テッドキッズという素晴らしい会の始まりにあたって、少し大きな話、地球の話から始めたいと思います。今最前列にいる皆さん、これ2000何年生まれの21世紀の子どもたちですよね。この21世紀の子どもたちが何を使って地理歴史環境問題を学んでいるかというと、16世紀の信長の時代のメルカトール図法、これはいくらなんでも時代錯誤じゃないの、それからグローバルな人材育成ってよく言いますけど、グローバルって語源はグローブって球です。球じゃなくて平面の地図を使ってグローバル人材育成もないじゃないかということで、ライブの21世紀の地図、21世紀の地球儀を作ろうというプロジェクトを10年ほど前から進めてきました。これがそのデジタル地球儀、触れる地球です。で、今ここに表示されているのはライブの今宇宙から見た地球です。見えますか？半分昼半分夜、これリアルタイムです。ということは日本がここにあって、今インドが朝を迎えている。反対を見るとどうでしょう？今カリフォルニアの人たちが夜を迎えている。そしてあと、このテッドキッズが終わる頃には多分夜のとばりが日本まで来るでしょうね。それから雲もリアルタイムです。これインターネット経由で気象衛星からのデータを1時間ごとにダウンロードして最新のデータを更新しています。こうやって見ると、まあ、そちらの方とこちらの方、見てる視覚が違うのでちょっと難しいけども、ずっと過去3日分ぐらいの動きを再現しています。台風が発生してますね。で、台風から伸びる秋雨前線の雲がずっと日本にかかって、ここ数日間雨でした。で、今も少し雲がかかってます。このアニメーションが止まったところが現在、やっと雲が過ぎつつあって、まだ雲がかかってるけど、はい、止まった、やっと過ぎつつありますね。このテッドキッズが終わる頃にはきっと晴れてくると思います。でもこうやってご覧いただいてると、台風がやっぱりずっとこの11月になっても発生してる。11月になって台風って意外に思いますか？それは日本付近だけの天気図を見慣れた私たちの偏見です。台風は発生しなくなったわけじゃなくて、常に11月も12月も発生し続けています。ただ気圧配置の関係で日本には来なくなる。で、貿易風に吹き流されてずっとこうやってベトナムとかタイの方に行きます。思い出してください、2年前タイ洪水、あれも10月初めの大変な3つくらい大きな台風が来ました。で、それで例年の 1.4 倍雨が降って、もちろんそれだけは原因じゃないけれども大洪水が起こりました。そしてあんまり報道されてないけど、今も今年もタイでまた大洪水が起こっています。で、そのタイの洪水で日本企業は311東日本大震災以上の大きな被害を受けました。ということは、地球の裏側の災害も対岸の火事じゃない、人事じゃないっていう時代です。だから21世紀の皆さんは日本周辺だけの天気図を見て、あ、台風も来ないんだ安心じゃなくて、こうやって常に地球の裏側で何かが起こっている、そういう地球目線で世界を見る必要がある、そういう時代に生きているはずなんですね。そういう意味で、それをそういう地球目線を表現したいっていう思いもこの地球儀にはあります。もう一つ、まあこれリアルタイムの地球って言いましたから、これ止まった状態が今です。まさに宇宙から見た地球ですけれども、台風が同時に発生している。この台風って災害とか悪いことばっかり考えますよね。でも台風ってのは地球にとってとっても大事な役割を果たしています。知ってますか？台風が地球のためになってる。一言で言うと、台風は海をよみがえらせる。海は深いところに栄養分があります。クジラの骨でも魚でもプランクトンでも全部死んだら死骸は海底にたまります。だから死は再生のゆりかごでもある。海底から栄養分が再生してくるんですね。だけど太陽の光は表面にしか当たりません。だから海の食物連鎖の一番底辺をなす最初の光合成プランクトンたちは、光が当たる海の表面
の数十メーターでしか光合成ができません。その植物プランクトンを動物プランクトンが食べ、小魚大魚が食べて、ずっと海が豊かになっていくんだけど、その光合成プランクトンは海の表面にしかいられません。でも栄養分は深いところにしかない。この矛盾をどう解決するか、それを解決してくれるのが台風です。台風は地球大のミキサーとして数千メートル深くまでものすごい力で海をかき混ぜます。で、栄養豊かな深層水、冷たい深層水を表面に持ってきてくれ、そのおかげで海のプランクトンは表面で大増殖して海が豊かになる。逆に台風が来ない年は海が痩せる、ね、だから人間の狭い感覚で見てると台風なんか来ない方がいい、台風なんかない地球がいい、でも台風はとっても大きな役割を果たしている、こういうことも分かってきますよね。それからこれは海流です。そっちの方、日本付近を流れている黒潮が見えると思います。別の角度で見てみるとどうですか。真っ赤な赤い黒潮が、赤い黒潮って変な言い方だけどね、温度が高いからこの黒潮が蛇のように蛇行している様子が見えると思います。赤いってことは温度が高い、温度が高い海水がこれだけ流れてるってことは熱帯地域のあったかい太陽エネルギーを寒い地方へ運んでくれてる。これは熱のベルトコンベア、言ってみれば地球の暖房装置なんですね。海流が流れて熱帯地域に集まってる太陽エネルギーを極地まで持ってってくれるから地球全体がちょうど良い住み心地のいい星になってる。そういう意味で海流も大変な役割を果たしています。それから地球の動きっていうことで言うと、これは外せないですよね。さあ何でしょう、これはブツブツ言ってます。何でしょう、地震だよね。で、これ20年分いっぺんに表示するとこうなります。どうですか。どう、日本がここです。で、こう20年分の地震のデータを全部いっぺんに見せると、こうやってプレートの境界が浮かび上がります。で、日本はこうやって見ると地震の巣、ね、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北太平洋プレート、4つのプレートの境界上にあるってことが分かります。特にこの太平洋プレートというのは年間10センチ近くぐーっとこっちへ向かって動いてる。だからプレートというベルトコンベヤーの上に乗ってるこのハワイっていう島も年間10センチ近く日本に近づいてきてる。分かります？ハワイは今年行くより来年行く方が近いんです。値段はあんまり変わらないかもしれないけど、地球時代の子供たちは来年行った方が得かもな、そういうふうに考える。まあ一昔前の大人たち、僕も含めて後ろにいるお父さんお母さんも含めて、不動の大地って言ってたんです。大地は動かない。でも今の21世紀の地球観は不動の大地も動いている。特に日本列島なんていうのはマントル対流という流体の上に浮かぶ不動する大地、イカダのようなところです。で、そこにこういう大きな地震が起こりましたよね。東日本大震災、そちらの方見えるかな、破格の大きな地震が起こります。ほら、わかりました。もう一回リプレイしますね。はい、こちらの方、マグニチュード4とか5とかこのぐらいなのに、もう全然レベルの違うこういう地震です。で、その結果こういう津波が起こりました。ずっと広がっていく、ね、僕らは東北があんだけ被害を受けたんで、津波ってのは東北の津波だと、東北の地震だと思ってましたけど、こうやって見るとどうですか。太平洋をずっと広がっていく、これだけ地球スケールの現象だったんですね。で、ずっと半日ぐらいでもハワイを通り越して、反対には何がある？太平洋の反対には、そう、南アメリカ、南米チリ。はい、もう1日ぐらいで南米チリに到達しました。でもね、チリでも地震が起こる。そうするとこういう津波が発生します。もうちょっと時間がないので早くしましょうか。そうなんです、こんなことしちゃいけないよね。だけど TEDx っていうのは15分しか喋る時間がない、だからちょっと早回しするしかないんですね。
でこうやって半日でずっと太平洋を横断してハワイを飲み込んで日本に来る。さあ大変だ。でもこうやって見ると日本が防波堤になって中国や韓国を守ってあげてる、ね、もうちょっと感謝されてもいいかもしれないですね。まあ、こういう目ででも地球を見れる時代になってる、はい、この地球儀は生き物の動きも見ることができます。これは何でしょう。まあ答え出てるんだけどね。ザトウクジラ。じゃあここで質問です。クジラはこのハワイのあったかい海からアラスカの寒い海に向かいます。なぜでしょう。それは別のデータをこうやって重ね合わせると分かります。これ今出てるのは衛星で観測したプランクトンの増殖。さっき言いました、光合成プランクトン、太陽の光が当たるところで栄養豊かな海でこれだけ増殖していく。でも見てください、こうやって見ると北海道の北オホーツク海とかベーリング海っていうのは世界で一番豊かな海だっていうことが分かります。すごいですよね。こんな海の近くに僕らは暮らしてる。でクジラたちもそれをなぜか知っていてちゃんとその餌のある海にやってくる。反対を見ましょうか。とんでもない鳥がいますよ。はい、見てください。これを同じ巣を出た2羽の鳥がずっと南の方に行きます、ね、渡り鳥はそれは寒くなって秋南の方に行きます。ところがこの鳥は例外的に赤道を越えてなんと南極まで行きます。北極から南極へ毎年渡る鳥がいる。もう一回やります。グリーンランド北極を出た鳥がこの辺で喧嘩別れするんですね。でお前はそっち行け、俺はこっち行くっつって、こうやって一方はアフリカ沿いに一方は南米沿いに行く。で南極に着いた頃にはここにプランクトンが在増殖して餌がいっぱいある。でそうやってお腹がいっぱいになってくるとまた仲直りするのか、見事にちゃんと出会うんですね。こうやってねえ、GPS 携帯で君今どこなんて言えないのにどうやって会うんでしょうね。これは研究者もわからないって言ってます。研究者もわからない。逆にね、わからないことばっかりなんですよ。科学っていうのは発達すればするほどわからないことが増えていく。いい意味で基地の未知化って言います。科学の本質は未知を基地化することだとみんな思ってるけどそうじゃない。科学の本質は分かってるつもりになってることを未知、より未知、より不思議に満ち溢れたものに見えてくる。つまり世界を見る解像度が上がるとそれだけ世界が面白くなってくるんですね。でこの鳥が一度に南極と北極を往復する7万キロで、人生が鳥がだいたい30数年この極アジサシは行きます。ということは一生に240万キロ、これは地球から月に往復する3往復分です。ねえ、どう？飛行機で行ってんじゃないんだよ。自力で毎年北極と南極を往復して、一生に月3往復分を飛ぶ鳥。こういう鳥がこの地球にはいるんだよね。でももう一つ驚くべきことは、鳥も驚くけど、こういう動きをちゃんとこういうふうに見えるようにしてるって、これも後ろにいるお父さんお母さん、びっくりしてると思います。君たちは、人類史上初めてこういう地球をライブで見れる時代に生きている。お釈迦さんもキリストも今まで偉い人たちはたくさんいたかもしれないけど、こういうふうに地球を認識できた人類の世代はない。そういう意味で皆さんは初めての地球人と言えるかもしれない。そんな時代に生きているんです。で、こんな形で見える地球儀ができている時代になんで16世紀の信長の地図で子どもたちを教えなきゃいけないんだということを皆さんと一緒に本当に怒らなきゃいけない時代だと思うんですね。さて、いろいろ見せてきました。いろんな地球の姿を見ていただきましたが、まだ見せていない大切なものがあります。地球のとっても重要な要素。何だと思いますか？これはこの地球の最も新しい部品です。最も新しい部品であると同時に、最も今地球に大きな影響を与えている部品でもある。それは何でしょう。地球に最も大きな影響を与えている最も新しい部品、
私たち人間です、人類です。これは夜の地球の姿でも、夜の地球がこうやって光ってるっていうのは、これは知的生命が存在する証ですよね。でも同時に大量のエネルギーを消費して、ね、便利な生活だけれども同時に地球にいろんな負荷をかけている。で、とっても新しい部品といったのは理由があります。46億年の地球の歴史の中でこんなふうに宇宙から見ても明かりが見えるなんてのはこの数十年ですよ。特に世界の巨大都市がどん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 増殖して、その様子をちょっと見てみましょうか。はい。ね、1950年頃にはニューヨークと東京しか1000万都市はなかったんです。それが今ここにタイムバーが出てますね。1970年を過ぎてもまだ巨大都市なんて少ない。1980年ぐらいからだんだん、これ一番大きな丸が1000万都市、大阪、ね、東京、大阪、そしてソウル、カルカッタ、デリー、ムンバイ、ね、カイロ、どうですか、この30年ですよ。この30年にこれだけ巨大都市で、20世紀の100年で人口、地球人口は17億人から70億人に増えました。今70億の人口、100年前はわずか17億だった。しかも今やその半分、35億人以上が都市に暮らす、こういうとてつもない時代になってます。その結果、これ何でしょう、最近聞いたことあると思います。 PM2.5 大気汚染物質、中国からたくさん出てるなと思いきや、こうやって地球目線で見るとどうですか、ヨーロッパからもたくさん出て、それが日本まで流れてきて光学スモッグになってどんどん地球を一周していく。こうやって北極を中心に見れば、ね、天下の回り物、ね、どこで生まれた汚染も地球汚染を引き起こす。だからどこにも逃げ場がありません。地球的に考えないとしょうがないということです。それから地球温暖化、ね、青かった地球がだんだん赤くなってどんどん黄色く白熱していきます。でこういうのを見ると、確かに地球温暖化大変だ思うかもしれない。でも僕はこう思うんです。見てください、こうやって地球が温暖化していく様子をこうやって見える化している、地球の体温と体調の変化を人類はモニターしている。人間というのはこの大きな象さんの、地球という巨像の上に乗った小さなノミのような存在です。でもそのノミが地球の体温とか体調の変化を感知して、お、体温が上がってる、地球温暖化とかね、どうも体調がおかしい、気候変動とかって名付けてやっている。これはなかなかすごいことです。で今まで見せてきたいろんなデータも、人工衛星を使ったりいろんなセンサーで地球の体温と体調をモニターした結果をここで見ている。だから一人一人が地球のお医者さんになれるかもしれない時代なんですね。そんな時代に僕らは生きています。で先ほどからいろんな美しい地球を見ていますけども、こういう体温と体調をモニターする初めての、人類の初めての世代に私たちは来ています。で大きな象さんの上ののみが象の体温とか体調の変化をモニターして、それをちゃんと診断して治療しようとしてたら、なかなかすごいことです。でもちろんまだ未熟です。でもね、人類はまだ未熟なんです。幼年期なんです。人類全体がまだ子供なんです。子供っていうことは伸びしろが大きいってことでもあります。でこれから成長期になる。誤解してませんか？人類は進歩しすぎて、それで地球に迷惑をかけてる。逆です。人類は未熟すぎて、技術が未熟すぎて迷惑をかけてる。でも伸びしろが大きくて、これから大きな可能性を持ってる。その証拠に今爆発的に成長期を迎えているものがあります。石油を使わない、二酸化炭素を出さない自然エネルギー、例えば風力発電。世界の風力発電というのは、世界の原発400基全部合わせた発電能力の4分の3まで来てます。ご存知ですか？多分お父さんもお母さんもびっくりしてるかもしれない。風力発電とかソーラーパネルなんていくら増やしたって数パーセントでしょ。石油とか原発の代わりにはなれません。ところがこの10年15年で大きく変わりました。つまり皆さんが生まれてからのこの10年15年で、地球は大きくその面で成長期を迎えました。で風力発電今全部で3億キロワットは3億キロワットぐらいで、原発全部合わせて4億キロワットですから、4分の3ぐらいまで来てる。そのぐらい新しい成長期を迎えてるんですね。で最後に
日本人としてこれだけは分かっててください。地球に自然に手を加えることは良くないことだ。それは必ずしもそうではありません。日本人は自然に手を加えてより良い地球、より良い自然を作ってきました。例えば水田とか田んぼとか。日本は生物多様性が豊かな国だって言われますが、それは半分人間が作ってきたものです。もともとの日本は雨は降るけど地形が急峻すぎるので、もう常に洪水と渇水を繰り返す。人間にとって辛いだけじゃなくて、他の生き物もカエルだって魚だって、せっかく川の底に卵を産んでもあっという間に流されて繁殖できない。そんな厳しい自然を人間は川をコントロールして治水して、それを田んぼに、スローな水、ファストな速すぎる水をスローな水に変えてきた。スローな水にデザインしてきたことで、人間がたくさんお米を作ったり田んぼを作ったりするだけじゃなくて、それのそこでカエルも魚もそれを食べる鳥たちもたくさん繁殖して生物多様性豊かな国にしてきた。だから日本の自然は人工自然です。でも人工自然の項、人工の項って上の棒が天で下の棒が地で、その間をつなぐ人の営みって言うんです。人間はやりようによっては天と地を結ぶコーディネーターにもなれる、そういうメッセージが日本の自然には隠れてます。でそれを地球スケールに広げていこうじゃないか、そういう時代を迎えてます。皆さんはそういう時代に生きてます。未来をデザインしましょう。どうもありがとう。